タングラムスキーサーカスは、長野県上海の地群品の町大技古海にあるスキー場で、東急不動産が1989年に開業させた複合リゾート施設。株式会社タングラムマダラオにより運営される。マダラオさんの起伏を利用したスキー場となっている。スノーボードは全コース使用可能である。ホテルタングラムの目の前にあり、リフト券とセットになったプランもある。 また、タングラムと少し離れているペンションビレッジは第6リフトのリバに隣接しており、こちらもタングラムスキーサーカスを利用できるようになっている。第1リフトの折り場からマダラオ高原スキー場へ行けるようになっている。タングラムとは7つの三角形や四角形を組み合わせて様々な形を作るパズルのことである。来訪客に様々なリゾートの施設やアクティビティ、 周辺観光などを組み合わせて楽しんでもらおうと、この名前が付けられた。リフトは、第1リフトから第6リフトまであるが、現在は、第4ペアが長い間運休。これとは別に、キッズパーク用の動く歩道もある。なお、ペンションビレッジ方面へは、ホワイトライン、パンタンラインを利用する。まだラオ高原スキー場へ行く場合は、 マダラオ山共通券を利用するか、別途マダラオ高原スキー場で、マダラオ高原スキー場のチケットを購入する必要がある。マダラオ高原スキー場と違い、タングラムスキーサーカスは、小学生以下も有料である。このため、マダラオ高原スキー場側から来る場合は、注意が必要である。地図を見ると、両スキー場の連絡口は、2つあるが、下の方の連絡口は、 マダラオ高原からタングラムスキー場方面のみとなっている。ありがとうございます。